ようございます。はい、おはようございます。遅刻ですよ。いや、遅刻しちゃいました今からね、サーフィンしてパーソナルトレーニングに行っていきたいと思います。でもせっかく波いいからね、バンバンと 3,4 本乗っていきましょう。そうですね、ちょっと、ね、急がないとやばいんですけど急いでます。トレーニングで、ね、初めてどんぐらいですか？1ヶ月ぐらい経った？いや、もっとやろ。もっとか。え、どう自分で感覚は？結構ハードにやりだした？1ヶ月半ぐらい経ったんですけどガチハード。え、俺見に行ってないから実は分かんないんだけど、最初さちょろちょろだったじゃん。こんなんでいいかなって正直思っとったの、うん、え、結構ハードになってきとる？とんでもないっす。え、重さも上げとる？上げてますよ。あ、そう。410キロまで行ってで、とんでもなく重くてハーハーしてますよ。え、ほんで体壊しかけたけどまた何慣れてきた？慣れてきたけど一回壊したからちょっと怖い。まあな、壊したら意味ないから。うん、壊さんようにうまくやるなあかんから自分で言わなあかんよな。そのために先生おるから。そうです。でもちょっとずつはまあ、変化出とるかなとは思うんですけど、ちょっと今はね、何ヶ月か前に頼んだサーフボードに乗っているので、今ねニューボードできたので早くそれ乗りたいですね。そうしたらガラッと変わるかもしれん。それ乗ったら変わるかなと思うんで楽しみです。まあ、というわけでね、朝の練習していきたいと思います。今ね、海入ろうと思ったらこちら見てください。これヤバくない？こちらすごくない？え、そっくり。マジですごい。しかも友達のカビがおるし。そう、友達映ってますね。こちらね、ほとんどイエティ友達、イエティマスターのイエティ友達がまさかのね、書いてくれました。いや、だから俺の YP顔も一緒だよね。そう、ほとんどのやつも、ほとんどバージョンもあって。そう。いや、マジ嬉しいですね。こういう、なんかキャラクター書いてくれるのしておらんかなってずっとね思っとったんですけど、まさかのね、こちら見て。おお。しかも似とる。それは似とる。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。これね、 YouTube 使いたいな、これから。そう、縁にずっとおってもいいしな。え、カビゴン？いや、そのマークが。ああ、そうですね、確かに。いや、嬉しいな。いや、というわけでね、サーフィンしていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。こんにちは。こんにちは。なんかさ、昨日サブチャンネルで俺が紹介しとったやつの見たことない色履いてない？そうなんですよ。ちょっと見してくださいよ。突っ込んでほしくてね、うちのベランダでも履いちゃってますこれ。何？40分ぐらいそこ座ってた？気づかあれ。そう、マジでずっとこうやってこうやってやってましたね。おい、その色いいね。新作なのかな。いや、分からんけど、こちらね、僕が昨日のサブチャンネルぜひ見てほしいんですけど、おとんの冬用のブーツ紹介のやつで、おとんがね、これのベージュのやつをね紹介してて、僕もね、これ欲しいわと思って、もう早速ね、今日次の動作推奨次の日にサーフガーデンに行ってきました。あとで、ね、何個か余ってるので早くした方がいいですね、これ。もうね、だいぶ売れちゃったみたい。そう、これどうですか？いや、いい。ちょっと待って、自分でサブチャンネルで紹介しといて自分が影響されて買ったってこと？あ、そうなんです。それ面白いね。隣におる人が影響されました。それもまあ俺よくあるんだけどね。俺もこれよ。どう？じゃあいい。日本海とか行った時に行ける。すごい便利かなと思って。いや、普段履きでもさいいし、あと砂浜歩いても気使わんじゃん。そう、スニーカーってちょっと旬でくるでしょ。うん、染みてくるし、あんまり良くないなと思ったんで、靴ね大事にしたいから、こういうのを履ければ雪山でも行けるかなと思ったんで、こちらねゲットしちゃいました。あとね、俺海行く時気づいたけど、それだとね、裸足で行っても足は寒くないんだ。あ、そうなの？そう、裸足で履いてっても。だってもうあったかいもん、すでに。そう、暑がりの僕としては暑い。本当にやばいんじゃない足から湯気出てきてまあそんな感じでね、ちょっとね嬉しくてみんなに見せちゃいました、これ。じゃあ海行きましょう。サーフガーデンに売っているので、ね、ぜひ皆さん行ってみてほしいなと思いますね。まあ、というわけでね、本日もですね、今から午後の練習なんですけど、波ありそうなんで
今からサーフィンの練習ということでやっていきたいと思います。あ、サーフガーデンといえばさ、俺かぶったりもニット帽もそうだし、はい、あとノースのジャケットも結構いろんな品揃えあるよ。そうです、ノースフェイスが気になったり好きな人は行くべきだなと思うんでね、急いで行ってみてください。はい、じゃあ行きましょう。チャンネル登録よろしく。はい、こちらね、本日リペアから上がってきたボードです。こちらね、サブドライバーと、EPS、これ リペア出しててね、僕のお世話になってる、こちらです、映してください。サーフガーデンさんですね。はい、はい、サーフガーデンさんでね、リペアしてもらいました。今回はサブドライバーと EPS をね、綺麗にリペアしてもらいましたね。まあ、というわけでね、リペアしてもらったんでね、せっかくなんで出来上がってきたボードを乗りたいなと思います。それでは行きましょう。うわー、俺それは綺麗、星忘れてました。俺ちゃんと乾燥かけるもん。完全に忘れとった。海入ってそのままトレーニング行って、で帰ってきてご飯食って、もうウェットの存在忘れてました。いや、それさ、懲りないんすか。いやー、もうつらい。いや、結構几帳面なとこあるのにやばいよね。水溜まってるでしょ。やば。いや、でもサーファーあるあるじゃない、これ忘れるの。あるけど。ありますよ、こういう。風呂に乾燥機ついとんだからさ、完璧に乾くのに。確かに。使ってくださいよ。いやー、今ね、海ついたんですけど、波の状況は、まあ、頭ぐらいありますけど、でも最近の中では、いい方ですね。いや、いいんじゃない、ちょっと風入ってるけど。そうです。海の中にはね、結構、すごいレベルの人いますよ。稲葉亮君。ここにおる、うん、おお、すごいね。世界レベルの方たちもいっぱいおるし、やっぱり稲見とかにみんな集まるから。ということはここがいいんだ。そうですね。まあ、ちょっとね、いい刺激をいただきたいなと思います。ちょっと今回はね、エアーとかも決めていきたいなと思います。やっぱり決めるには、でもトレーニングでね、エアーのイメージな感じでやったんですけど、まあ、でもそれに近いトレーニングをずっとね、やってるので1本ぐらいいいの決めたいな。やってほしいね。昨日欲しかったからね。はい、決めれるように着替えていきたいと思います。はい、というわけで着替えたので、今からサーフィンしていきたいなと思います。はい、海の中でね、やっぱすごいメンツいましたね、改めて思うと。グランドチャンピオンの西圭次郎プロとか、世界で戦う稲葉亮プロとか、あとはコーチのね、伊豆木くんとかね、いるので、すごいですね。すごいね。そこで頑張って目立つようにやってくださいよ。まあ、なかなかね、おるメンバーじゃないので、いい映画撮れるかなと思うので、サーフィンの練習していきたいなと思います。
チャンネル登録よろしく。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。え、こんな格好で来るんですか？もうヘッドキャップの時期ですね。うん、寒い。そのヘッドキャップはどこのやつですか？スポーニールで。おー、ニール。これ調子いい？調子いい。あったかそうやもん。全然寒くなかったか。いや、実りと会うの久々ですね。あの、今年初じゃない？確かに。明けましておめでとうございます。だってこの間お別れのなんかビデオ出しててね。仲直りしたんですか？まあまあ、一応したかな。え、嵐くんが実家に帰っちゃったの？そう、なんか気を貸して実家帰っちゃって普通女が帰っちゃったんですよ。男の方がちょっと困ります。2週間ぶりに会ったんじゃない？クリスマス以来会ってない。うん、久々の再会ということでね。こんにちは。どうやった今日の波？さっきも話してんけど、ガチ苦戦したよな。え、めっちゃダンパーやったな。乗れたらいいけど。そう、ダンパーで、なんか波が沖からバーンってくれるんだけど、途中で切れたりしたり。そう、地形がね。地形が難しい、マジで。波ちっちゃいとなんか、結構意外といいけど。そうですね。サイズが上がるとよくない。で、今年はどんな感じなんですか？今年はですか？とりあえず頑張っていこうか。シンプルに、シンプルに。え、どんな感じなんですか？あるんですか？頑張っていこうと思います。あ、はい。お父さん聞いたく。はい、聞いたく。お父さんどう？あ、僕当然一緒にサーフィンができるぐらいまで上達する。一番まともな感じだった。一番まともです。でね、俺ちょっと板を作るから自分用に。だからみのりと勝負する。この間福井くんを分からしといたから、このみのりを分からす。笑ってる。全然いいですけど。いいですけど。勝手に分からしてくださいね。もちろん買ったら賞金1000万です。そう。俺が払うの？当たり前。そうか。買っても分けても俺が払う。スポンサー探しとくか。無理やろ。ね、ところでそのヘッドキャップさ、耳棒とかなんない？あんま、でも結構聞こえるかも、全然。お、そう、すごいな。え、ドルフィンしても耳動いてなんだ？あ、ちょっとないけど、でも水は結構すぐ抜けるかも。お、いいね。値段にズルンともなんない、ドルフィン。あ、全然なら。お、いいじゃないですか。女子。え、そろそろヘッドキャップデビューするんでしょ？あ、まあそろそろ。でもヘッドキャップ嫌いなんですよ、調子悪いからさ。確かに。意地でもつけなさそう。でもあるとさ、あったかいよな。もうみのりずっとつけてきた。あ、全然。もう顔が可愛いから何やっても似合いますよ。聞いてる？心配やわ、この顔。めっちゃ、餅っぽそう。いや、いけるいける。いける。まあ、そんな感じですね。はい。まあ、というわけでね、超寒い日が続くんですけど、頑張りましょう。あ、頑張っていきましょう。まあ、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとでもね、おもろかったなと思ったら、チャンネル登録と SNS フォローよろしくお願いします。